後藤聞け。原作のお前多分一番結束バンドで一番安定してるぞ。ということで、漫画タイムキララマックス2023年2月号のいきなり原作6巻ぐらいでやる話のネタバレを話していこうと思います。ちなみにアニメで換算すると多分3期か4期ぐらいの話になるんじゃないかなと思います。まず2期決まってほしいですけどね。まあ、とりあえず単行本見てる人派に向けていくと、まあ、とりあえず山田の旧バンドのファンの人があれこれ言ってきたりするのも一回やったりとかあったんですけど、まあ、前々回の話が、まあ、店長31歳の誕生日をお祝いするために、まあ、結束バンドで自主企画ライブのバンドを募集することになったんだけど、まあ、それのバンドの、来てくれる人がちょっとわかんないという。ヒロイは宿泊のライブがあるからちょっと使い物にならないと。それが先々月の話で、まあ先月何やったかっていうと、まあ5巻に収録されてるあのニジカと船長の過去編だったんですけど、まあそこから2ヶ月間を置いて、まあ自主企画ライブの話が進むのかと思ったら、まあニジカがなんかちょっと電源落ちたりとかするって感じでしたね。うん、なんだかんだで後藤以外の3人も結構人外してるよね。まあ、結構自主企画ライブ編は結構さっくり終わるのかなと思ったんだけど、まあ、それはそれとしてまだ間に置いて、まあ、今結束バンド、まあ、2期の話が終わってたら、まあ、こうアルバム出すことになったから、まあ、そこら辺の打ち合わせをやることになりましたと。まあ、今回結構いいキャラしてるなと思ったのは、まあ、柴さんだよね。うん、まあ、柴さんはまあこう、まあ、ポイズンの事務所の人、新人さんなんだけど、まあ、今回結束バンドのアルバム出すためのちょっとケツ持ってくれると。なんか結束バンドと柴さんの距離感ってなんか思い出したのあれなんですよ。日だまりスケッチの時のアニプレの高橋優馬さんと日だまりスケッチの距離感を思い出したんですよね。うん。今鬼滅の刃でワールドツアーとかやってる高橋優馬さんだけど、まあ、あの人も実は日だまりスケッチの頃はまあペーペーだったから、まあ、その辺結構頑張ってたっていうのがあるんだけど、まあ、その辺の距離感を思い出しましたね。うん、ちなみにボザロの梅原 P は結構熟練の人だから、まあ、ちょっと違うと思う。うん、まあ結構やっぱこうレーベルで結構まあいっぱい一回ポッキリでまあアルバムあんま売れなくてもう契約満更新しちゃったって人もいるっていう話は出てきてるんだけど、まあもしなんか縁が切れたとしてもそれはそれでまあ結構それなりに頑張ってるよっていうそういうことも見せていくんだけど、まあでもこうまあ柴さんと一緒にまあ頑張っていきたいところが頑張るんだよね。まあ、この辺は結構いろいろとやっていく感じもあるね。うん、まあやっぱこうプロとして一応やっていくってことは、まあそれだけいろんな人に助けられていくっていう、まあそういうことをやっていくって話でもあるし、まあ後藤がその辺ちょっと見えてきて、まあ結構頑張っていくっていうのはいいと思う。なんだかんだで後藤は未確認ライオト編、まあ2期でなんかだいぶスッキリしたんじゃないかなと思います。うん、実際6巻でやる話で、まあ山田の話とかも出てくるし、まあ2時間も結構まああれこれあるし、まああとそれとまあよく言われてるのは北の実家謎なんですよね。まあ、山田の実家はそれなりに掘り下げられた上で、まあ、ニジカの日もやってるって山田は言われてるんだけど、まあ、ニジカに関しては特別編でやったけど、まあ、北に関しては結構謎が多くて、まあ、結束バンドやって、まあ、ギターの練習頑張ってるって、まあ、後藤とのおかげで結構頑張ってるってのはあるんだけど、まあ、でも、結構北も成績悪くなってて、まあ、その辺、まあ、今後どうなのかっていうことをちょっと言われてるとこだよね。まあ、なんだかんだでボッチザロックって結構毎回ひとりちゃんがまあ北を助けてるっていうのが結構よくあるから、まあ今後ももしかしたらまあ北をあの結束バンドに残すために後藤が頑張るっていうそういう展開はあるのかもしれない。まあ、なんだかんだでひとりちゃんはまあ期待ヒーローですからね。でまあ今回の話に戻すと、まあレコ発ライブやりますと、うん、まあそれでちょっとまあ事務所の人、ちょっと呼んできたバンドの人たちと一緒に、ちょっとバーターでやってみるっていう、そういう展開ではあるんだけど、まあ、とりあえずいろいろと頑張ってきますって展開で。そうなんですよね。今、3期は、こう、アルバムを売るっていう、そこが、まあ、初めての展開になってきてて、まあ、この辺に向けて盛り上がっていくって感じだよね。うん。実際のアニメは結構アルバム売れそうだけどね、あいつら。まあ、自分、俺も買うし。いや、しょうがないでしょ。青春コンプレックス好きだよ。うん。でまあそのレコ発ライブにしてもまあ2時間の受験がまずあってまあそれが終わってからまあレコ発やるっていうそういう展開にもなってくるからまあ一つ一つまあ展開、まあ、あれこれやることが増えてるって感じしますね。うん、まあ未確認ライオット編で結構結束バンドとして結構プロデビューできた4人でプロデビューできたっていうことはあるんだけどまあそこからもまた苦労していくっていう感じがまあこの辺やっぱりボッチザロックの一筋縄ではいかないところだなって思うんだけどまあなんだかんだ後藤はちゃんと、まあ、
いいキララ主人公っていうか、街角魔族のシャミ子とか、まあ、ゴチウサのココアみたいな感じで、まあ、結構精神的支柱になってきてるから、まあ、その辺、まあ、あいつらだったらなんとかなるんじゃないかなっていう感じはします。うん。アニメでアルバム売れるから、その辺原作でも結構影響するとは思うんですけどね。うん。ただまあ、ボザロー、ほんと原作も今ちゃんと盛り上がってきてる感じ。うん。一つ一つ展開進めてくるから、まあ、その辺いいよねと思う。まあ、後輩キャラの掘り下げもあるんだけど、うん。いいよ、ボザロー。うん。今後もキララマックス、まあ、ちょっとサブスクで見てるんで、まあ、ちょっといろいろと触れていきたいと思います。以上です。